はい、どうも、ティカでーす。はい、というわけで今回は、スピードボーラー覚醒ビーズリー選手初勝利値やっていきます。はい、というわけで、確かね、このビーズリー選手に関しては10月のクライマックスシリーズぐらいに、ね、登場したかなと思うんですが、ようやく育成が終わりましたというところでね、やっと育成終わったんかよと思った方いるかもしれないですが、やっと終わりました。で、まあね、一応極みにしたりはね、もう結構前から終わってたんですが、まあ特殊能力が2冠戦全然育成進んでなくてね、まあそれに関してはね、浜中さんとか、大山さんとか、森下くんとか、藤村さんとかね、まあ他の選手の特殊能力をね上げたり、他にも糸間さんとか田淵さんのスピ解放して育成してってやってたらね、もうコインも足らないわ、特殊能力素材も足らないわっていう感じでね、まあなかなかビーズリーのね特殊能力上げにね素材を回せなかったっていうところがあって、登場からね約4ヶ月ぐらい経ったかな、もう3ヶ月半から4ヶ月ぐらい経ったね、この時期にようやく育成が終わりましたと。で、結構ねこのビーズリーに関しては球種が面白くて、ストレート、スライダー、スプリットっていうところはね、もともとシリーズ1の下位ランクでも持ってたんですが、まあさらにねそこにツーシームカットボールっていうところが追加されて、スラカットツーシームスプリット持ちというね、急にリアタイム級の投手になってシリーズ2登場してきましたと。で、結構ね、ビーズリーがね、似てるって言われる投手がいて、それが同じ阪神にいたドリスとなってます。だけどね、このドリス2019シリーズ2というところでね、もう4年前の選手となってるんですが、まあ今回のね、ビーズリーに関してはこのドリスとね、似てると言われてます。だけど、まあただドリスに関してはね、スラカットっていうわけじゃないんですが、まあツーシームの変化もね、スプリットの変化もでかい投手となってますと。で、まあね、今回ビーズリーね、結構ドリスとね、似てるって言われるんですが、個人的にはね、ドリスより似てる投手がいるなと思ってて、それがサムネにもなってると思うんですが、アニバ藤波さんでしたけどね、アニバ藤波さんに関してはね、先発中継ぎエースで、さらにね球種もビーズリーと同じ球種持ってるというところでね、個人的にはドリスよりアニバ藤波さんの方がね似てるかなとは思ってます。まあ、ただ藤波さんに関してはね、2スプレー出たのがねこのアニバのみっていうところでね、まあなかなかねこれがパッと出てくる人少ないのかなと思うんで、まあドリスの方がね結構注目されるのかなと思うのですが、まあ、実際はアニバ藤波さんがビーズリーとねタイプ的には似てるかなと思います。で、アニバ藤波さんとね TS 藤波さんね両方使ったことある身としてはね、やっぱりねアニバ藤波さんはね遅い球がないんですよね。 TS 藤波さんに関してはチェンジアップとかスローカーブとか持ってるっていうところでね、緩急もね若干つけれるんですが、アニバ藤波さんに関してはそれができない。で、同じ球種のビーズリーに関してもね同じことが言えて、まあ結構ねもう速い球のみでね押していくタイプのピッチャーになるかなと思うので、まあ一応ねスライダーが137キロとね、まあ他の球種に比べてちょっと遅めなんでね、まあそこをうまく緩急つけてね配球できたらいいんじゃないかなと思います。で、今回ねビーズリー初試合をやっていくんですが、今回は先発で使っていこうと思います。で、まあ今回のね手応え次第でね、もしかしたら秋山さんとかねメッセとかと、まあこのあたり入れ替える可能性はあるんじゃないかなと思ってます。で、もしねこのビーズリーをね覚醒させずにね A ランクで持ってる阪神純正の方はね、まあすぐにとは言わないんで、まあスピリーグぐらいまでにはね育成を終わらした方がいいんじゃないかなと思ってて、まあおそらくね来年のシリーズに関しても通常 S ランク出てくる可能性っていうのはね低いかなと思ってますと。で、さらにね今年のシリーズ2の通常 S ランクを見ている限り、やっぱりねリアタイム級の投手っていうのがね去年までに比べて結構減っちゃって、まあリアタイム期っていうところで言うと岩沢さんと糸正、まあこの二人っていうところぐらいかなっていう感じで、まあ村上くんもね球種的には多いんで、まあツーシームがね上になるとか、まあもうちょっと変化量上がればね通用するかなとは思いますが、まあ現状的にはねそんなにリアタイム級の投手っていうのがね多くないっていう現状で、まあ1年前に比べてねだいぶ通常 S ランクのみでリアタイム級の投手っていうのがね減っちゃった印象がありますっていうところがあるんでね、まあそんな中覚醒で登場したビーズリー、ここはねおそらく阪神純正、特にね最近始めた方なんかはね、まあ救世主になってくれる可能性あるんで、まあ来年のスプリーグ8月9月にあるスプリーグまでに育成しちゃうっていうのはねいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回の動画ではまずはビーズリーの変化量を確認して、その後にビーズリー初勝利値やっていきます。それではビーズリー初勝利値やっていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまずはビーズリーの変化量確認やっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでビーズリーの変化量確認やっていきましょう。というわけでスライダーがこれぐらい曲がりますね。というわけでまあ大体マス目としては 1.2 個分ぐらいかな曲がっていく感じです。で、まあスプリットはまあ1個分持ちないかな、まあこれぐらいかな、 0.7 から 0.8 個分ぐらいかな、マス目としてはぐらい落ちますよと。で、ツーシームは全然曲がらんね。まあでもこれをねうまく使うっていうところがねまあキーになるかなと思います。あとカットボール変化量2なんで、まあ全然動きませんよっていう感じですと。まあ基本的にはスラカットっていうところの組み合わせとツースプっていう組み合わせでねまあ配球していくことになるかなと思います。それではねランク戦の方やっていきましょう。どうぞ。さあ、というわけでビーズリーの初試合やっていきましょう。というわけでゾゾマリンです。お願いしますと。で、高校なんで早速ビーズリー登板です。
さあビーズリー早速やっていきましょう。というわけで超豪速球、一応この場面で出る特殊能力としては伸びがあるのか、超豪速球と伸びが出たらまあ両方全出しって感じだね。まああとはもう一つね、奪三振なんでね。ああ、でもまあとりあえずツーシーム、このねツーシーム F っていうところをねうまく使っていけたらいいかなと思います。まあこれに関してはね、あの TS のみさん使ってる方はね、まあその方向と逆っていう感じでねイメージしていただければいいかなと思います。なので、あ、ちょっとずれすぎやね、あのストライクからストライク、この辺のストライクからストライクとか、逆にボールからボールみたいな動かし方するとね打ってくれることはあるんですが、 OK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  いいね。だからまあツーシームが C とかの感じだとね、ボールになるところに投げたりとかね、逆にストライクになるところに投げるとね結構振ってくれたりはするかなと思います。だけど超豪速球毎回出たな、これ。おー、これは無理か。オッケー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 。スプリットがね、4なんで、これぐらい落ちますよと。まあ。まあでもやっぱり 2CMF っていうところをね、軸に投げていくっていうのがね、個人的には好きかなと思います。オッケー。まあやっぱりね、2CMF 持ってる投手っていうのがね、そんなに多くないんでね。まあ通用する人には全然通用するかなと思いますし、ちょっと打たれるなと思ったらね、すぐ中継ぎ出すっていうのがいいかなと思います。はい、というわけでビーズリーにね1点の援護取ってきたんでやっていきましょうというところで、大山さんでございますと。いやー、さすがに振ってくれへんか、それはボールになるもんな。広角出てるしスライダー、まあ、ちょっとね変化量怖いから、さすがに、いやブレすぎ、ちょっと待って、あ、そっか、ビーズリー65か、なるほどね。いやー、今のも振ってくれへんか、マジか。いや、こういう時なー、スローカーブとかね、チェンジアップとか、ちょっと遅めのボールがあればね、いいんやけどな。今のも振ってくれへんもんなー。まあ、大会やとね、今の振ってくれるかもしれないですが、ランクなんでね、スラカットっていうところがちょっと微妙なところあるんでね。ちょっと高めのストレート、ズドンと。よし。ビーズリー特能よう出るな。いい感じやな、ビーズリーの特能の出方。よし。じゃスライダーをちょっと低めに投げるとどうかな。あー、フランカー、なるほどね。まあ、変化量の差がね、ちょっとだいぶでかいからね。まあ、もしかしたらもう、やっぱ見えてそうやね、スラカットは。ってなると、まあ、ツースプで攻めていくのがいいのかなとは思うんやけど、これ振ってくれたらでかい。あー、もうこの人完全に見えてそうやな。ツーシーム。これ振ってくれたらでかいけど無理やね。あー、もうこの人多分完全に見えてるね。となるとね、ちょっと配球するところがねなくなってくるっていうのがね、まあ、ビーズリーの難しいところかな。これでね、まだカーブとかねチェンジアップとか持ってればね、そっちで逃がしつつっていうのがねできるんですが、まあそれ持ってないっていうのがねちょっとしんどいかな。あと、じゃあ逆にちょっとねツーシーム高めとか多分ね、これ、あー、高すぎ、それは高すぎ、もうちょい低めにしてほしかったな。じゃあスライダーを真ん中からインコース、この辺の球今日あんま投げてないはず。無理か、無理やな。どうしよっかな。こうなるとね、個人的には普段なら継投しますが、まあ今回使ってみた動画なんで連投いきます。連投じゃない、継投しません。うーわ、マジか、それ見られるか。完全にねこの人もツーシームね見えてますね。ツーシーム F 見えちゃってるんで、普段なら交代です。よーし、三振、ナイス。センター、レフトか、レフトか、オッケー、抑えれました。ありがとうございます。はい、というわけで今回はビーズリー初勝利屋台やっていきました。いかがだったでしょうか。いや、というわけで、まあ、やっぱりね、アニバ藤波さんの時にも感じたのと同じでね、もう1、2球種、カーブとか、チェンジアップとか、持ってればね、もうちょい投球の幅広がるのかなと思いますが、まあ、スラカット、ツースプっていうね、ところしかないんで、まあ、ちょっとね、捉えられ始めるとか見られ始めたら、中継ぎ投手出すっていうのがね、いいんじゃないかなとね、1試合使って思いました。まあ、なので、もしね、阪神ジュースやってて先発陣も揃ってるんだっていう方なんかはもうね、中継ぎで使うっていうのもね、一つの手かなと思いますね。まあ、ただ大ピンチ持ってないっていうところがあるんで、それでもね中継ぎで使いたいんだっていう方なんかは中継ぎで使うのもありかなと思います。というわけで、まあ個人的にはね、まあ、しばらく先発で使って
ってみてばちょっとしんどいなって思い始めたら、まあ中釣りでね使っていくっていう可能性はあるかなっていうのが現状の感覚です。というわけで、もしよければ皆さんがビーズリー使ってみた感想をコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。